していただきます。
皆さんが出演するのはハリーポッターと賢者の石のハイライト、ハリーが初めて出場するクディッチのシーン、グリフィンドール対スリザリンの伝統の一戦です。向かって右に見えるのが映画の撮影に使ったスタンドを再現したものです。でも試合は行われていませんよね。そう、クディッチの主役は空中を飛び交う選手だけではないんです。試合の映像はグリーンスクリーンをバックに別撮りしておき、後からデジタル技術で合成されました。つまりスタジアムの熱気を生み出したのは主にスタンドの観客、あたかも目の前でゲームを観戦しているような熱演のおかげです。映画の出来は演技が決め手ですから、皆さんも大いに張り切ってください。今日は皆さんが観客になりハリーの出演を見守ります。会場のスタッフが監督を務めますから、まるで実際に目の前で試合を観戦しているつもりでチームを応援しましょう。選手が砲機から落ちそうなところを想像して、皆さん私がアクションと言ったらあーと驚きのリアクションをお願いします。次はですね、この芝生のあたり、皆さんで芝生の中央のあたり見ながらあーとお願いいたします。お見事、声援もブーイングもすごい迫力でした。皆さんはたった今映画に出たんですよ。今日から立派な俳優です。どんなシーンに仕上がったか気になるでしょう。僕もです。それでは早速見てみましょう。The coffin is released and the game begins。ぬかるみの仕様になっています。ゆっくりカープの授業していただくと番組になりました。なんで言ったよ。Thank you.
Welcome to the night bus. Emergency transport for a stranded witch or wizard. Thank you.
Thank you.